で、次に、じゃあ、全微分可能性の判定というのはやっぱり出てきますので、ちょっとそれについて紹介しておきます。まあ、全微分という概念が出てきますと、まあ、当然ながら、今使っている関数は、これ全微分可能ですかねっていうことをこう判断する必要が出てくるわけですね。で、そこで、まあ、その判定の仕方のいくつかの、例を紹介します。あとは、まあ、定積といったような方法ですね、を紹介します。ここではその与えられた fxy が ab で全微分可能かっていうことをちょっと考えていくんですけれども、まず全微分可能でないことを判定する条件としましては、f が ab で連続でないとかですね、それから x や y に関して変微分可能でない場合には、まあ、この fxy は ab では全微分可能ではないということになります。で、あと残りはですね、その全微分可能かどうか、可能であるってことを言わなきゃないんですけど、そのためには、先ほど出てきました、この項ですね、このランダム記号の部分のこの項、この項が、この h と k を0に近づけていったときに、0に収束するかどうかっていうことで、全微分可能性を判定すると。というのが、まあ、一般的に行われている方法です。で、これは、なかなか、例題によってですね、こう、やり方が異なりますので、多分、演習の授業でも扱っ、演習課題、演習問題を扱ってもらうと思うんですけれども、まずはちょっと、皆さん、いろいろな関数で、その全微分可能性の判定の仕方っていうのを、実践してみてほしいと思います。まあ、講義でもういくつか紹介したいと思いますけど、まあ、講義で紹介できるのはちょっと時間の制約もあってほんの一部ですので、ちょっとそれは皆さん自身でも取り組んでみてください。で、まあ、その例の一つとしまして、ここではその教科書にですね、134ページに例の4.2という例題がありますので、ちょっとそれを紹介したいと思います。ここで fxy っていうのはちょっと、まあ、なんかあまり見慣れない関数ですね。x の絶対値と y の絶対値の最小値を取る関数っていう、ちょっとなんか変だなっていう関数なんですけれども、この関数の原点において全微分可能性を判定しましょうということですね。で、まずその連続性と変微分可能性について調べてみますと、まあ、ちょっと一応ここではその関数の外形がですね、教科書の図の4.5にありますが、まあ、こういうなんかこうパタパタとなんかこういくつかの折れ曲がった平面が組み合わさったような関数らしいですね。で、まずこの fxi はこの R2、全体において連続であるということが、まあ、分かります。それから変微分可能性なんですけれども、これ、y が0の時は fx0 っていうのは常に0ですし、なんでかっていうと、この x と y の絶対値の最小値を取りますからね。だから、例えば y が0であれば、これ絶対値の最小値だから、これ必ず0になるわけです。で、今度は fxy の x が0の時も常に0ですね。で、この情報から原点においては x でも y にも変微分可能であるということが分かります。で、しかもその変微分の係数はどちらも0であるということが言えます。そうすると最後に、先ほどのこの判定のこの式ですね。この式を作って、これがその h と k が0に近づくときに、この全体が0に近づくかどうかっていうことを、まあ、調べることになるわけです。で、その判定なんですけれども、そうですね、これあるところで、ある直線上でちょっと考えてみるんですが、これは x イコール y の直線上でこの f の hh って値をこう取るわけですね。そうすると、これは実は h の絶対値に等しくなると。で、この直線上で h をこう0に近づけてみましょうというわけですね。x イコール y の直線上でこの点を xy を0に近づけてみましょうと。その時の関数の振る舞いを見ると、実はこの関数っていうのはこう、この関数ですね。この h2 乗プラス k2 乗のスクエアルート分のこの関数の振る舞いを見てみますと、これは実はルート2分の1になってしまって、定数になってしまって、h が0に近づいても、
こうゼロには近づきませんということを言ってるわけですね。でこのことからそのまずこの fxi がこういうこの関数がですね、その h が0に近づいても0に近づかないような場合があるので、この fxy に関してはこの原点で全微分可能ではないというふうに結論付けられます。いいでしょうか。まあ、ちょっと最初初めて見るとかなり難しいかもしれませんけれども、まあ、鍵になるのはその点で全微分可能であるかっていうのはまず必要条件として、まあ、f がその点で連続であるかってこと、それから f が x と y でその点で変微分可能であるかってことを調べて、まあ、それが OK だったら、まあ、こういう形で直接その評価するための関数を作ってそれが0に収束するかどうかっていうのを調べるというのは常道的な手段であります。はい、ということで、まあ、ちょっと機会があればですね、また別な例題も出してみたいと思いますので、またその時に復習をしたいと思います。それからあと、全微分可能性の判定ですね、に関する便利な性質もあります。でそれが教科書の134ページの下の方にある定理の 4.7 です。でこれは、fxy が a と ab のある近傍 u で x と y に関して変微分可能で、かつその fx、つまり x に関する変微分と y に関する変微分がともにこの近傍 u で連続ならば、f は ab で全微分可能であるということが言えます。ですので、全微分可能性の判定法として、この定理を使うというのも有効な手段です。一応、これも、そうですね、証明はしておきましょう。と、今この a プラス h と b プラス k、まあ、h と k は微小なものと扱うんです、して扱うって差し替えないですけども、まあ、これが u に、この u ですね、ab のある近傍 u に属するようなこの h と k に対して、この、全微分の定義式ですね。f の a プラス h と b プラス k マイナス f の ab っていうのが、f の x における変微分係数かける h プラス f の y における変微分係数プラス k プラスこの h2 乗プラス k2 乗のスクエアルートよりも早くゼロに行ってしまう項の和になるということを確かめればよいということになります。でそこで、じゃあ実際にこの f の a プラス h と b プラス k マイナス f の b っていうのを式を与えるときにこれをこんなふうにちょっとわざわざばらしてみるんですね。1個目は f の a と b プラス k との間に挟んでこっちも f の a と b プラス k との間に挟んでおきます。だからここ真ん中の2個はキャンセルするやつをわざわざ挟むんですね。そしてこの前半の1番の部分と2番の部分に分けて式を評価するということですね。でまずこの2番のところから評価します。そうするとこれは y に関する変微分可能性っていうのを使うとこの f の a と b プラス k から f の ab を引いたやつがある k 倍 k かけるある k というのはこの k ですね。この k かける f の ab における y の変微分の係数プラスこの o スモールの k というのはその k よりも早く0に行ってしまう項ですね。こういう形の和で表せると。これは先ほど今日の先ほどの時間に説明したこの微分可能性の意味から得られる式ですね。でこういう形が成り立つと。まずこれが言えます。で、今度は1番目ですね。1番目に関しては、これも1変数の微積分の復習が必要なんですけれども、平均値の定理というのがありました。平均値の定理からですね、ある0から1の間の θ という実数が存在して、この f の a プラス h と b プラス k から f の a と b プラス k を引いた差がですね、この、f のx でのその変微分ですね。変微分の a プラス θ1 と b プラス k の値かけるこの h に等しいと。でこれはまあ、ある意味その微分、1変数の微分から出てくる平均値の定理を復習していただければと思うんですが、まあ、そういう性質が成り立つというわけです。で、それが今度はその fx、x の変動関数の連続性から、この関数っていうのは実は、
AB における F の偏微分の係数プラス、オーダーの1っていうのは、1よりも早く、0に近づく、関数ですので、まあ、なんか H の、なんか、項があればいいですね。H の1乗以上の項があればいいんですけど、まあ、こういう関数で表されることができると。ということを、使って、これを2つをまとめますと、ちょっとこの、ばばっとまとめるところは、これ、式の、この代入とかなんで、これはちょっと皆さんに後から確認していただくとして、この式をまとめていくと、ちょうどうまい具合に、この全微分の定義式が得られるということになります。ので、一応まあ、講義で示せる部分はですね、この証明のアウトラインといいますか、どういう性質を使って、どういう流れで証明をしていますということを説明するので、そこの穴埋めはちょっと皆さんにお任せします。それで、例えば単純な式の代入ですとか、そういうところはちょっと皆さんで各自やってみてください。はい。それで、あと最後のポイントは、ここにですね、O の H と O の K っていう、この H と K よりも、早くゼロに、向かう関数がここにありますよって言ってるんですけど、これは実は、H の2乗プラス K の2乗のスクエアルートよりも早くゼロに近づくということも言えると。まあ、それを使うと、うまく、全微分の時の条件式が得られるということで、最終的に定理が証明できるということになります。ですので、まあ、一応、まあ、他のですね、僕、これまで担当した、科学や地球などの対象の時には、ここのこういう定理の証明までは、やらないことが多いと思うんですけれども、一応ここは数学と物理の皆さんですので、一応道具の仕組みも知っておくってことはまあ損にはならないと思いますから、一応こういう形でやってみました。ということで、まず証明の作り方もですね、成り立ち方も皆さんちょっと後で各自で確認してもらいたいと思います。